というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。これ今日火曜日ですよ。火曜日ですね。もう午前中かな。うん、ちょっとなんかまた燃えましたね。まあ燃えたんでしょうか。エビが出てくるってことはこれ燃えてます。エビはそういう時にしか来ないから。それがバロメーターなんだ。エビ近づいたら焼かれるよ。まあ飛んで火にいる。そうそうそう。まあちょっとの時期近づいて。エビですよ。なるほどね。それが、ね、てめえの言ったことをすっかり忘れるエビが湧いた時は何かが起きた時。なるほど。それがもう燃えたかも。ヤジ馬と一緒ですからねこれね。まあそうですね。本当にね。馬なんでしょうか。ちょっとよくわかんない。ヤジエビ。ヤジエビなんですかね。うん、はい。でこれね。はい。まあさきさんも言ってましたけど。はい。これ実はもうね。先週から僕はもう匂ってす。そう。あれ。これちょっとそう。はい、そうなんですよ。もう僕ギルド内では話してんだけども、はい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 、翼くんの目の前で起こりましたよ。ちょ、あれは恐ろしい。まあ、これどういうこと、何人かけて言ってるかって今まだ分かんないからね。あ、そうですね。何かというと、もしかしたらこの PVP、うん、あの大騒動よりもすごいことが起きてるかもしれない、うん、もしかしたらね。あれはもう、ね、ありますよ本当に。これを考えたらですね、はい、あの大騒動はアナログ、うん、あまあ、めっちゃアナログ、ね、超アナログですよ。123ハイで、はい、27ですよ。まあアナログですね。これはアナログ。もうダイヤル式電話ぐらいアナログ。まあそうですね、うん、はい、例えばだけど今回はどこぐらいまで進化したんでしょうね。これ僕はまだね、はい、詳細は言わないです。なるほど、はいはい、でもこれがもし、うん、そういうことなのであれば、うん、来ちゃいますよこれ。何が来るんでしょう。僕はもうそれを食らいましたからね。まあ実際に本当にね、はい。でこれね、まあ、うん、なんだろう、いろいろと障害ありますよ、はい、まあ、アプリ落ちっていうのはありますね。ああ、そうですね。まあ、これはしょうがない、はい、どちらかの通信状況がうん、よくなくて、で僕は前に言ったの、接続中、再接続中って出たら復旧できないとか、はいはい、ありましたね。最近僕あれで復旧できるんですよ。だからそこちょっと進化したんですね。なんか電話かかってくると必ずああなるんだけど、はい、戻した時に、ね、それが大丈夫だね。でもね、はい、そこからまた継続できたりするんだけど、うんうん、今回のは突然ですよ、まあ、でね、まあいきなりさ、はい、対戦開始と同時になったりとか、うん、まあなんか途中途中なったらいいけど、僕はこれ何が癖かと思ったら、はい、勝ち確になった瞬間にそうなったんですね、うん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 、これはひどいですよ。そうですね、まあかなり僕もね覚えてます、はい、僕ね3体残ってた。ガルマッソ、はい、鳥、うん、それから犬3体残ってました、はいはいはい、で向こうの相手さんはベーラ、キングレオで眠ってるゼシカだったんです、うんうんうん、でこのキングレオとベーラが並んでたんですね、はい、でキンあのベーラは三返しがついてます、はい、でもそこを僕は賭けで、一発ダブルで入れたら、うん、ダブルで落ちたんです。はいはいはい、これあともう寝てるゼシカを処理するだけですよ、はい、ここでボンきました。なるほどね、なるほどね、はい、え、何これってなりましたよ。いや、あれはね言いましたよね、何これ。そう、ほんと珍しく叫び声っていうか、なんか何みたいになったから、何これって画面見せましたよね。そう、おー、なんだこれはなりました。そう、これは言わないですよ、はい、これはもう内緒にしとく。なるほどね、はい、だけどその後がまたそうですね、びっくりすることが起きてたんですね。あ、まあね、これがまかり通ったらすげえことですよ。これかなり本当にあれを超えますね。超えます、超えます。大騒動はもう本当に123ハイもそうだけど、その後のあの履歴を見てごらんなさい。もうアナログやの何者でもない、ね、まあもうそうなりますね。ね、はい、でもそうじゃないですか。いや、そうですね、新型が出ました。ああ、なるほど、新型が出た、出ちゃいましたか。でこれ僕だけかと思って、僕ね、まあ、ダンバンダーですよ、はい、ギルチャに僕書いたんですよ、うんうんうん、ギルチャじゃねえな、グルチャか、グルチャ、はい、そしたらなんかしないけどスルーされた、誰も変わってくるな。変わってくる。僕改めて言ったんですけど、あ、2回目、何を無視してるの。これはすげえぞと、うん、はい、そしたらハジーがですよ、お、実はここも2回なんです。あー、なるほど、はいはいはい、っていうわけです。でやっぱり勝ち確になった瞬間に、おー、これはありますよ。ちょっと見えてきました。なる、はい。で僕はある人のツイートをまた見たんです。はい、そしたらそのことを書いた、うんうん、これ有名な方ですよ、これ。なるほどね、はいはい、でその相手を見た時、はい、誰に対して言ってるツイートがやっぱりなって僕はそこで思ったのは何かというと、はい、まあ、僕今回ね、はい、まあ別に自慢とかでも何でもない、はいはいはい、ようやっとレジェンドに書いたんです。おめでとうございます。別に僕はツイートしませんよ、はい、レジェンド来ましたとか僕はこれもうやらない、こういうのはやらない、これやってやろうかと思いましたよ。まあこの流れで言ったらね、まあ、でも初だもん、ね、いや、まあ本当に初レジェンドで、いや、みんなこれティーナンチャラさんだって初レジェンドで、はい、いつやってるから、うん、僕はやらないけども、まあ、まあ、あの連覇のことを言う、チャチ入れてますからね、はいはい、僕はそういうことはやらない、はいはい、でもマスター1の頃ですよ、はい、これね、マスター1っていうのはまあ大体1万5000何本、うん、まあ、1万6000前後なんですね、うんうんうん、で1万6900からレジェンドなんですけど、はい、まああるやつが、あるやつ、まあ、僕何度も何度も対戦してるんですよ、はい、まあまあどっこいどっこいからちょっと僕の部がいいかなぐらいの対戦、うんうん、はい、まあ、大体1万5500ぐらいでモンドリ打ってたんですね、うん、僕はちょっとそいつを気にして見てて、うん、
ちょっとこいつより先にレジェンド行きてえな、ちょっとそういう気持ちがあったんです、うんうんうん、だからちょっとチェックしてただけで、うん、数字が動かないです、うん、2、300上げちゃ4、500戻ってみたいな、はい、あーやっぱここら辺で頭打ってんなと思ってたのに、その翌日、うん、一気にレジェンド行った。おお待てよ、はいはいはい、これだけなら僕のただのね、あ、まあそうですね、いやこいつ底力あったんだぐらいですけど、あ、まあ、そのある人のツイートにその名前が書いてあった。これは結構まあね、そうなんです、確定とも言えずとも、だから今のところ僕が食らった一撃と、うん、ハジーの二撃と、はい、まあ、そのツイートですよ、はいはいはい、今のところはその4回、まあ、4は結構多いですね、うん、はい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 、これが今まではなかった、うん、なるほど、こんなことが起きなかった、うん、でもそういうことが起きて、はい、これを本当に自由にできるんであれば、まあ、確実にできちゃいますよ、まあ本当にそうですよね、ただね、まあ、今本当にまたサキさんが頑張ってやってますよ、はい、あと誰だっけな、フルハウスの人とかな、はいはいはい、ここに急激に追いついてるとさすがにね、まあバレるニーナーじゃないですけど、新規のね、新、まあ、お誰だこいつって言われてなったらいいけど、まあ急にね、うん、そこそこのまたあの時もそうですけど、うんうん、ガーって来たら、うん、待って、なんだなるじゃないですか、うんうんうん、でしかも何度も対戦してるやつでしょ、もう今になるともうほとんどの人と手合わせしてますよ、うん、だここでやっちゃいけないから、うん、まあだから自分のレジェンドのためぐらいにね、うんうんうん、まあ、ちょっとやるとか、うん、まあ自由自在ですよ。そうですね、簡単に言うと自由自在、本当に一人でできちゃう。いやそれですよ、ここなんですよ、123はい、いらない、ポンポンがいらないわけでしょ、これはちょっと新型ですよ、いやかなりのね新型が出ちゃう、これはどうなんでしょうね、本当に、いやでもね、あってもおかしくないなって思うんですよ、はい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 、やっぱりまあまあね、うん、まあ、プログラムのそういうちょっとした弱いところをついたりとか、若干苦しい、うん、そのね、作り方をしてると思うんですよ、まあ、それはやっぱりこのアプリ落ちとかがあるってことは、うん、そね、何かしらがやっぱりちょっと足りない部分、虚弱性はどこかにはあるから、こういうことが起きてると思うんだけども、そこをついて、で僕が一番くせえなと思ってるのは、はい、まあ今やっぱり携帯用のあのキャッシュクリアのアプリとかあるじゃないですか、ありますね、はい、ああいうんじゃねえかな、何かしら悪いことして、いやそうなんですよ何かを消すのかな僕はちょっとそうやって匂ってるわけで、なるほど、細かいところまで表示してくれて、はい、いらない部分を消すみたいなね、するとああなるみたいな、うん、あ、まあ今までね、はい、不具合ってありました、まあ相手、うん、僕はほら基本落ちないんで、うんうん、相手が落ちたりとかするけど、うんうん、まあそうするといきなりあなたの勝ちですって画面になりますよ、そうですね、はいはいはい、でまあもう普通に元の画面に戻るんだけど、うんうん、僕のあれは違いますからね、戻った場所がとんでもないところまで戻りましたからね、そうですね、だからそれを考えると、まあ、さきさんのも、うん、ちょっとね今までとは違うっていうふうに書いてありますけど、そういう感じなんですよ、だからやっぱちょっと新型が出てるなと、うん、僕は思うんですよ蔓延してきたらこれやばいですよ、そう、これワクチン打ってもらえるけど、そうですね、まあ実際僕は1回くらい、はじめ2回と怪しいやつが1人、はいはい、うん、でそのツイートだけじゃなく僕は見てましたからね、その数字の動きをねはい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 、はい、こいつはちょっと苦しんでると、それが僕は実際体感しましたよ、この登るのをね、あ、難しいだろうね、はいはいはい、グーン行きましたからね、うんうんうん、何かしらが起こっている、いや何かが起きた何かが起きた、はい、もしくは岩さんと連戦だったのかな、そうですね、まあ3人中の可能性もね、たまたま連戦だったのか、分かんないですよ、はいはいはい、だからこれちょっとね、今んところ僕は詳細は言わないです、はいはいはい、これもうね、ちょっとそのやったやつは、はい、胸に今ちょっとねドキドキしてんじゃねえか、いやこれ完全に赤番案件ですよ、いやまあもし本当にそういう腫れ年だったら、これは赤番だって第3のやつはあれは別にやれる状態でやってる、ね、一応ルールないの、なんか急にフォローしてるけどまあそれは散々言ってフォローしてねえ、てめえはイベントはまだ早いこれは変わりませんよなんだ出てくるのか、変わらない、ただこれは本当に、はい、うん、やれちゃったんだからね、まあまあまあ本当にね、はい、だからこれだって上は一発目はできないですよ、はいはいはい、はっきり言えば、うん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 、ね、遊びで翼くんと同時にやろうぜって言ってるのと同じなんですよ、まあもう言い訳はできますしね、そう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 、はい、ただと、ただまあそのね履歴がグロテスクだったっていう27のカチ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 汚ねえ、ちなみに今ね27って名前のねクソ野郎が出てきてるらしいです、これ、え、これちょっと今日発覚したんだよね、27って野郎、27って野郎が切断魔みたいな野郎が、またなんかもうあいつかと僕は思ったんだけど、あのドラゴンボールの、はい、あいつかと思ったらあいつは違う名前だってちゃんといましたから、さようですか、 あの野郎が、でも27って名前書いてるってことは、うん、このチャンネル見てくれてまあ27は多分ここだと思いますよね、だから多分
僕相手には切断してこないかもしれない。いやだとしてもその名前で切断はよくないですよ。非常にまずいです、はい、どちらかというとこっち寄りの人がこれ間違いなく27だね。いやこっち寄りが切断ってやばいでしょ、うん、こっち寄りの人が27って名前であだしてやろうと思ってんじゃないですか、ね、ダメダメダメ、それはよくないですよ、うん、はい、まあでも本当話戻すと、はい、もしかしたらこっからまた1週間ぐらい経った時に、はい、大変なことが起きてるかもしれないし、またこの後にも誰かからそういうね、そうですね、情報が何これっていうのがあるかもしれない。本当に何これなんです、僕は見たことないことが起きてるんで、ね、うん、理解不能ですもんね。でね、別にいいんですよ、僕が負けてる時とか劣勢な時とか、まあ開幕同時とかならいい、うん、この何この勝ち確になった瞬間ってっていう、ね、あまりにもタイミングが良すぎると、いやタイミング良すぎる、はい、これがやっぱりちょっと癖だと、うんうんうん、うん、だから本当にさきさんのこともあるけどはいはいはい、はい、まあ、実際こういうことが今、ね、うん、起きてるわけ、事実としてね。だから僕はまあチェンジ、この対戦相手の名前言いました。で、ハジの対戦相手も2人名前言いました。で、あとクセイ1人と、この4人との次の対戦ですよね。うん、そうですね。これはもうちょっと全員が弾丸団全員が要チェックしとかないと。はい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 。まあでもこうやって言っててね、弾丸団相手にやるかって、あと僕は最初に思ったのは僕相手にやるかっていうのも若干ね。でもまあムカついてたらここしょうがないよね。だし、まあどうしてもそのレジェンド行くためにとかなんかやってたかもしれないですかね。だから今やってない可能性もありますで、今ちなみに僕にがそう起きた相手は今レジェンド行ってますから、ね、いやそういうことでしょ。そうなんです。いやだからこれね、当たったのはマスター隊なんですよ。はい、いやもうね、ちょっとなんとも言えんですが、いや本当に、はい、これはちょっとね興味持ってくれる人いると思います、うん、一体どういう何が起きたんだ。ただ僕はまだちょっと今のところね、はい、言えない。少し泳がせない、ね、やっぱりある程度。まあね、そう、はい、エリさんが言ってた、少し泳がせましょう。でもここで言っちゃって、そうだから今もまた怒られちゃう、意味が分からない、怒られちゃう。この間団長もばあちゃん中に呼ばれて怒られてました。何をしてる黙んだ。そう、エリさんに怒られちゃう。あ、それはもう泳がせない、じゃあ泳がせなきゃいけないのか言っちゃいけない。もう泳いどけ。それ言ったら泳がなくなるから、はい、じゃあ、まあ、でもそのぐらい僕はもうこれモヤモヤしてます。まあまあ たまってるものあるよってことですね。そうそうそう、はい、もう本当にこれがもし不正ということか、もう僕は名前晒しますからね、確実に。まあもう確定したあの野郎の名前をとうとう晒す人が来た。誰なんだろうな、ね、まあまあね、はい、うん、まあそういうことで、だからちょっと興味ある人はね、はい、うん、ただまあ僕はまだね口はチャックですから、泳がせなきゃ、泳がせなきゃいけない。これ以上ちょっとボロかじゃないのね。そうそう、同じ瞬間して、はい、じゃあ、じゃあ、ありました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。